こことここにボタンがあるじゃん。ああ。これだと赤の方が優先っていうのも、まあ。ラフ、そして優先ラフ、そして線が。うん、そう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 、ね。すごいコツ。で今は川上さんが左手デバイスとか使ってると思うんですけど、うん、その消すときに今デジタルなんで、その消すときはどうやって消してますか？そのショートカットキーか、そのペンの後ろ裏側に、なんか俺が割り当ててるだけなんだけど、このワカモの純正のペンね、はい、ここにこことここにボタンがあるじゃん。ああ、でこうやって持ってんじゃん。ああ、こうやって持ってると ここが一番押しやすいよね。そうだね。なんでここを押すと切り替わるようになってる、こっちの色が。ああ、なんでこれを黒透明、黒透明。あ、なんで消したいとき、例えばちょっと書いてみようか。そっか、消したいときはここ1個押して、こうやって、で書きたいときはここ1個押して、こうやって。素晴らしい、これは真似します。クリップスタジオだからかわからないんですけど、そのペンから消しゴム切り替えすれば、なんか戻るときになんか違うツールとかになったりするけど、これがツールを切り替えじゃなくて色と透明切り替え、それいいですね。ツール変えちゃうとね、また例えばこうやってねイレギュラーな太さ選んでるとき、ブラシサイズ、例えばまあ俺はこの5と10でしか登録してないんだけど、ショートカットに、うんうん、5と10以外の、例えば15とかで線が描いてるときに、うん、一旦、まあ俺ショートカットちょっとつけてないんで、これを消しゴムにして、でこうやって、でまたペンのツールに戻ると10に戻っちゃうんだよね、これね。あ、15を維持したまま、これだと例えばこうやって、あ、ずっと15でいけるっていうね、うんうん、さっき書いてたペンとまた違うから設定、こうやっていちいちブラシサイズ選んでとかっていう風にしなくていいっていうのが楽だよね。なるほど、うん、そういうところがめんどくさいと思ってる人なら、きっとこれでいろいろ楽になります。そうだね、ほんとカスタマイズ自由にできるからね、クリックスタジオって、うん、でもそのせいで初心者がちょっと、うん、クリップスタジオとかフォトショップはちょっと怖い、あじゃあアナログでやった方がやりやすい。あ、はいはいはい、なんかでもやっぱこういう解決方法はいくらでもあるから、うん、やっぱ好きなカスタマイズして、なんか書きやすいようにした方が、うん、そうそうカスタマイズがね、キャンね、可能じゃん、うん、絶対マストじゃないじゃん。そうだね、あだからできるんだっていうのは絶対マイナスじゃなくてプラス、いや、うん、ファストだとマイナスになる可能性もあるんだけど、うん、キャンだから絶対プラスにしかならない、まあ、やんなくてもプラマイゼロだから、うん、例えばだから俺がこうやって下書きをするときにさ、 G ペンのツール使ってるとか、うん、鉛筆使わないとか消しゴム使わないとか、うんうん、まあ結構素材そのまま、なんかこれは筆圧を超えて変えてますとか、うん、ブレ補正つけてますとかって一切してない、もうだからノーマル、うん、本当に何のカスタマイズもしてないものでもこうやってバンバン使えるんで、うーん、初心者の人はね、カスタマイズしなきゃいけないって思わなくても、カスタマイズができるんだっていう感覚の方が慣れやすいかもね。なるほど、なるほど。よく私前に 3D とか気になって、いろいろチュートリアル検索したら、やっぱなんかやる気がなくなる。その設定がいっぱいあるから、これ全部やらなきゃいけないとなったら、あ、やっぱもう 3D 諦めようかなやっぱ 2D がやりやすいから普通に書く。でもクリップスタジオはそうね、こういう風に設定してくださいじゃなくて、カスタマイズは可能だから、うん、見せればみんな自由に好きな、うん、好きなカスタマイズ、うん、これもありますよ的な。そうそう、なんか初心者の人、全く使ったことがない人がクリップスタジオ使う時には、何のカスタムもせずに使ってみればいいと思う。でなんか
ちょっと使えるようになってきたな、覚えてきたな、操作慣れてきたなっていう頃に、その時に不便だなって思うことが絶対出てくるから、うん、そこだけ例えば YouTube とかネットで調べてみて、あ、これはこっちの方がいいんだって一個ずつ頭に入れていく方が、一気にあれもこれも入れると、ああもう難しいやめたってなっちゃうから、うん、一個ずつなんか不便だなって思うこと一個ずつでいいと思う。そうね、だいたい YouTube でこれを直す方法とか書けば、あるある誰かが動画作ってるよね。そうそう。みんな教えたがってんだからさ、そこに乗っかればいいよ。あ、ちなみに漫画家チャンネルそれやってないんだね。漫画家チャンネルは勉強できないよ。何の勉強もできない。じゃあ漫画家チャンネルは 何ができるんですか。漫画家チャンネル何ができるんだろうね。もうあの究極の暇つぶしじゃない。あの無人島に漫画家チャンネルがあったら大人気だね。でも初めてインタビューした時に、なんかそういう話もありましたよね。その漫画家だったから、あの YouTube 見ながら仕事してたから、やっぱそういう人のためのコンテンツ作りたかったんですよね。まあそういう人のためのコンテンツっていうよりも、まあ俺が勝手にやってみたかっただけだから人のためになるとは全く思ってないよね、あの YouTube はね。そうね。よし、あ、絵描き段階がそのラフから、これがもしかしたら線が線が入ってますね。なるほど。もうあのラフはこれぐらいでいいんで一旦非表示して、そのラフの段階で黒と赤は服の分け方、うん、あ、そうだね。服とまあちょっと この辺はいじったけど、あ、これだと赤の方が優先っていうのも、まあ人に見せるわけじゃない、自分で分かってりゃいいんで。なるほど。ラフ、そして優先ラフ、そして線が、うん、そう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 、ね、いいですね。あの、うん、本当にそういうのはその多分川上さんだけやってると思うかもしれないけど、うん、あの私がよく調整したいときにどうすればいいか、うん、なんか漫画家に聞きたい。私は前のラフを生き返らせて、あの透明度を 100% にしてそのまま消して直してる。ああ、なるほど。で、これが川上さんがやってるようにラフの上に別の色を使ったらそのまま消さないで、そう優先ラフはすごいコツ。そうそうそう。例えばね、こっちの優先したいラフの方がなんか元に書いてあるのがもっと濃くて見にくいんだったら、こっちだけこっちで書ければいいしね。すごいいいアイデア。この優先ラフのせいで元のラフが見えにくいんだったら、こっちを下げればいいしね。線画の段階でいろいろまた直してるから、うん、そのやっぱ元々のラフを 100% にしたら分からなくなっちゃう。ああ、そうだよね。顔がもういろいろ修正してるのにその髪いじったところが見えたくて全部 100% にしたらもう何書いてるか、何が一番最新なのか、はいはい、何優先すればいいか分からなくなる。 あれだよね、まあ、今回分けてないけど、あの頭と髪の毛とかもレイヤー分けとくと書き直しやすいかもね。そうだね。あ、うん、よし。そしてそれ両方透明度を下げて、はい、うん、透明度下げて、まあ、15とか20ぐらいは書きやすいかな、うんうん、まあ、これも人の好みだけど。そうだね。でその上に線が、そうだね。少し軽くあのどういうようなコンテンツをやってるか紹介していただけますか。はい、漫画家チャンネルという YouTube チャンネルをプロの漫画家である僕が、いろいろ漫画にまつわるようなことをいろいろと、まあ、やってみたり語ってみたりする動画をね、いろいろ上げてるチャンネルがあるんで、まあ、よかったらそちらもね、ぜひ覗いてみてください。あとはドキドキチャンネルも登録お願いします。じゃあ川上さん、ありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。バイバイ。はい。